はい、皆さんこんにちは。ネットビジネス界の目の上の単行部、ネット物販講師の黒沢です。今回は大きな商品や重い商品と小さくて軽い商品を組み合わせて発送すると利益額がより取れるようになる理由について説明させていただきます。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の論点3点お�伝えさせていただきます。まず1点目、そもそも買い付ける商品というのは各々の商品が利益が出るということを事前に推算できたから買い付けを行うわけです。よって組み合わせないと利益が出ませんよという話ではないので、その点はどうぞあしからず。2点目、少し前の動画でお話しした通り、利益額を多くするために一番手っ取り早い方法は船便で輸送するということです。しかしながら船便、中国からアメリカ、アマゾンの場合は 1.5 ヶ月から長い時は3ヶ月ちょっとぐらいかかってしまいますので、船便だけで買い付けをするというよりは、船便をメインの買い付け方法とし、要所要所で継ぎ足し要因として、もしくは早急にテストマーケティングの結果を知りたいような場合においてのみ、航空便、エア便を併用するという考え方をお勧めしています。これについては以前お話しした動画がありますので、合わせてご確認いただければ幸いです。3点目、これが一番重要なポイントなのですが、なぜ大きな商品や重い商品と小さくて軽い商品をまとめて発送すると安くなるのか。それは梱包の特性上、どうしても隙間ができてしまうことがあるからです。その隙間を埋めるように、小さくて軽い商品を一緒に梱包することができれば、結果的によりコンパクトな、もしくはより少ない段ボールの数でたくさんの商品を送ることができます。それでは本題です。弊社生徒専用代行会社の見積書にのっとって、具体的な数値を入れて比較してみましょう。例えば1個30元の商品を1商品4バリエーション、1バリエーション5ロットずつ買い付けて、商品代金の合計が6000元、現在のレートで約12万3000円だったとします。ざっくりと計算する際、飛行機便では商品代金の2倍から3倍が総請求額になると試算することができるのですが、なぜ2倍から3倍という大きな開きがあるのかの理由について今から説明していきます。要点から申し上げれば、国際送料が重量によって全く変わるからなのですが、具体的に見ていきましょう。各商品 500g 200個買い付けた場合、総重量、総容積重量は 100kg になり、その場合請求金額は31万7000円ほどになります。同様に 250g の商材200個の場合は50kg、 50kg の場合は約24万5000円、 150g の商品の場合は21万6000円となります。全く同じ数の、同じ金額の商品を買い付けたとしても、商品の重さや容積重量、梱包するときの三辺サイズによってこれだけ請求金額が変わるということです。繰り返しになりますが、生徒さんにお渡ししている Excel のリサーチ表では、商品の三辺サイズや重さを勘案して自動的に利益額が算出されますので、重い商品だから利益が出ません、軽い商品だったらめっちゃ利益が出ますというわけではなく、そもそも重かろうが軽かろうが各商品ごとに利益が出るからこの段階に至っているので、そこは誤解しないようお願いいたします。ただ単純に重さや商品の三辺サイズによって10万円ほどの開きが出ますよという話です。そしてご資金繰りを考えると、同じ10商品200ロット買い付けたとしても、支出が少ない方がその次の買い付けをより積極的に行いやすくはなりますよね。さて、ここからがさらに重要です。理屈とすれば、小さくて軽い商品だらけの方が請求金額が少ないのは確かですが、現実的には大きな商品や重い商品でテストマーケティングしたいものも少なからずあるはずです。大きかったり重い商品があった場合、うまく小さくて軽い商品と組み合わせることによって、より割安で発送することができるようになります。
ります。具体的に見ていきましょう。どうしても 500g の商品3商品買い付けたいです。 500g の商品を各商品4バリエーション5ロットずつ3商品買い付けるとこれだけで30キロになります。いろいろな大きさや重さの商品をうまく組み合わせることにより、先ほど申し上げた商品代金の2倍から3倍請求されますよの範囲の一番加減、要するに商品代金のだいたい2倍ぐらいの請求金額でとどめることができます。今回の話まとめます。買い付ける各商品の利益がおのおの出るという推算をすることは不可欠ですが、それと合わせて特に初回テストマーケティングの場合、1回の注文でどのような組み合わせで商品を販売するかというところまで意識を向けていただくと、より利益が出やすく資金的な負担を軽減した買い付けを行うことができます。私の生徒さんに関してはコンサル期間中、注文書の仮作成をご提出いただいたタイミングで私がこういったポイントしっかりとチェックさせていただくものの、小難しいことは抜きで大きな商品や重い商品をどうしても買い付けたいときは、同時に小さくて軽い商品を一緒に買い付けようという点だけ心の片隅に置いておいていただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございます。